皆さん、こんばんは、竹内希美です。みなみちゃん、可愛い、こす可愛い、フえん、ありがとうございます。はい。どうも、なんやんこと、竹内希美です。はい。<laughs> みんな元気、あ、元気だよ。みんなは元気。今日は眠いね。今日はなんか、めっちゃ眠かった日でした。今日も美人さんですね。ありがとうございます。 悩ん,悩んだよ眉毛がジルそれな今日違うの化粧をしてなくてあのさ化粧しをしてなくていつも眉毛を薄くするんだけど今日は薄くしてなくて黒で描いちゃったからさなんかおかしくなっちゃった変えよっかな色どう思うみんな今日のメール返信したねありがとう。 細いね、細くない細くないマジでえ、ちょっと変えたいんだけど眉毛その眉毛ち枚、あの、後ろだけちょちょちょんって黒足してます赤堀がいる赤堀さん、ハートありがとうございますめっちゃくれるじゃん、ハートちょっとま、ちょま、眉毛を直します片方だけ ああいつものななの眉毛だうす <laughs> 眉毛うあす赤堀きめんさんハートありがとうございますみなみちゃんハートありがとうございますおお手紙ありがとうございます俊介こさんはえー、かわいこしかわいふやありがとうございますなべちゃんかわいこしかわいふんありがとうございますまろ兄ちゃんハートありがとうございますむっさんかわいこしかわいふんありがとうございますいつもの 眼鏡赤堀きめさんバラありがとうございますおちてんさん可愛い子すせかわいふえありがとうございますマロニーちゃんハートありがとうございますすげえ鏡使ってるこれはえ嘘鏡見えてた部屋が見えないようにしたいえ嘘ソお部屋見えてなかった鏡あぶねこの鏡でも100均だよ200円ぐらいの100均 日曜日の公園あったから悩容に手紙書いておいてくれなおーありがとうございます楽しみ日曜日の昼公園竹内は出ないかなえ分かんない出るのかな出ないのかなきみちゃんハートなぎれてるよ橋龍さんタコありがとうございます見えてなかった鏡 ナ内ンこんばんは悪手券8月2日連続へ内ン取ってよろしくねありがとうございますわーいのぶさん働いございます日曜、ね、日 S コインかそっかごめんなさいあ出ないけど手紙だけおおありがとうございます一気にやれない嘘あれじゃないの一気にやれるのはパソコンだけとかじゃなかったっけ違うかったっけ 余裕のないゆうちゃんさん、かわいい子してかわいいフェン、ありがとうございます。ちえモリーさん、かわいい子してかわいいフェン、ありがとうございます。まさぱむさん、かわいい子してかわいいフェン、ありがとうございます。今日いつもとメイク違う。全然メイクしてないからです、多分。斉藤さん、かわいい子してかわいいフェン、ありがとうございます。まさにゃんさん、かわいい子してかわいいフェン、ありがとうございます。あ赤りきめんさん、本当とありがとう。 お,さんお花ありがとうございます。勝さ今日はマジでナチュラルメイクということでね。モロニーちゃん、おっぱいとうございます。おはよう、世劇場デビューしたいんご。ーぜひ来てください。えー、しいね。公演出たいですね。 おちてんさん小判ありがとうございますまさぽむさんだるまありがとうございますこんばんはこんばんは明日早起きできるのは明日は絶対早起きしますかっこ仮たぶんたぶん早起きするちてんさんありがとうございます今日めっちゃ眠たそうな目してるふう。 あやさん、こんばんは。こんばんは。おちてんさん、おっぱいあとうございます。今日の夜ご飯は何にしよっかな。何にしよう。ねえ、さん、こんばんは。こんばんは。<laughs> あくまで、けめいが助けてって言ってる。ね、みんなでも、なんか、教えてくれてるよ。寿司、あ、お寿司食べたい。お寿司食べたい。 まだ食べてない今日はねね全然食べてないまだ食べてないですお寿司食べたいなでもね2日3日後3日後にみんなとみんなっていうか学校の友達とまあもともと学校の友達とあれ焼肉食べに行く約束した 焼肉食べるよ焼肉堺市寿司苗の好きなお寿司はマグロマグロと甘エビだけ食べますその2つをあのずっと回転して食べてますマグロ3つ甘エビ3つ食べたらふわーみたいな 食べ放題は間でアイス挟む人、挟まない人ですそうマグロと甘いビーが好きだね二種類だけ食べますあとは茶碗蒸しとか何皿食べる七ぐらい7何やんだけに ?7 食べたいねカッパ巻きは食べない 食べないねぇあーなんか新しいものに挑戦できない軽女子だからさなんかなんだろう貝とかつぶ貝とかめんなめっちゃ美味しいよって言ってくれるんですけどなんか挑戦できないですねテッカ巻き食べるんだったらマグロ食べますくろみーさん可愛い,い子し可愛いフェありがとうございます推薦コメント見ましたありがとうございます 赤堀きめえかわいい子さてかわいせんありがとうございますあななお寿司さみんなにめっちゃ言われるんだけどマグロとか甘エビにさ醤油つけるじゃんその醤油絶対甘だれなんですよ甘だれで食べるんだよでもそれがなんかおかしいって言われる美味しいよ甘だれで食べるの赤貝が美味しい,い,いあわかるってえ本当に そうなんだ分かるよねえでもなんかねそれを友達の前でやったらありえないって言われたそうアナゴも食べないねエイジさんはたありがとうございます下が赤ちゃん赤ちゃんじゃないけど甘だれは普通に美味しくない <laughs> え一回本当にやったことない人はマグロに甘だれつけて食べてくださいガリは食べないです アナゴの甘いタレ多分なんかそれ用に置いてるのかなああ穴子用のタレなんだあれってまさにあさんたや焼き加えてるくまありがとうございますで、多分穴子用のタレですねそれをマグロにつけてみんな食べてくださいおいしいよ責任は取らないけど響さんかわい子こせかわいふうありがとうございますえび天だったごめん間違えたえび天 エビ店好きなのも響さんかわいいこせかわいいフェアありがとうございますそうえでもなんだめっちゃなんかなんだっけ安舌,っていうの安,舌安舌がなんかね何だろうめっちゃ安舌なのほんとに何でも美味しいっていうほんとにだからめっちゃ安いお肉とかでもめっちゃ美味しいっていうし ラーメンおじさんとう馬ありがとうございますそうなの安く済むならいいのそれなそれなんか高いやつより安いのいっぱい食べたいですでもあの叙々苑のお肉はマジで美味しいと思いましたでも本当に安じたですね本当に何でもいい食べれたら でもその見た目食わず嫌いが多いからあそうほんとにマクドとかも毎日食べれるしそうだからうん全然デートでサイゼとかでもあり派ですよでもなんか一時期なったじゃないですかデートでサイゼ行く問題みたいなな、サイゼだっけデートでファミレス 行くもんだよみたいなそうそれ全然許せる最ズおいしい食べ物にはお金惜しまない系だしあ<ー>あれ惜しむかもしれんいや全然牛丼とかでもいい好きそう んか高いの1回行くより安いとこいっぱい食べたい毎日今日も配信後のメール待ってるよ任せろそうやねサイゼから徐々にまで幅広いですねサイゼの安いワインでもいいなナウはまだ18なのでねはい18歳なのでワインは飲んでないですね でも匂い的にね、その、あま、サイズで働いてて、まあ、ワイン入れるんですけど、で簡単に。匂い的に私は白ワインの方が好きです。匂いね。メールもだが、ブログも待ってる。そうですね。よく覚えてましたね。今日私、ブログなんですよ。サイゼリアのデザートめっちゃ高くない高いよね。早、早生まれだよ。そうだよ。 この後ブログ上がるんでぜひ見てください。もうブログは書き終わってるのであとは上がるだけですね。高いけどサイズのプリンうまい。ねえイタリアンプリンでしたっけねイタリアンプリンだよねあれめっちゃ美味しいよね。そう。プロシュート好き。プロシュートは高いです。クロミーさん、誰もありがとうございます。おち点さん、ハートありがとうございます。 でもあれが好きなのプルシュートに入ってるさプチフォッカとかが好き落ちてんさんはとありがとうございますエイズさんおはなありがとうございますサイズリア1000円ガチャ知ってる何それ知らないプリンとティラミスのやつよくあなんだっけプリンとティラミスのあ名前が出てこないえ嘘プリンあプ違うプリンとティラミスの盛り合わせだそれだ そうそうそうプロシュートは生ハムと生ハムでしたっけ生ハムとそう生ハムと超高級生ハムと <laughs> あのプチファカっていうパンがついてるやつですゲッチョさんおんぱいとうございますイタリアンさんの生ハムそれだそれだそれだ辛味チキン好きあーいいねポップコーンシリップなんやめっちゃ好きそれなめっちゃ好きなのわかる マニアさんおお花、花違うお花じゃないアイスありがとうございますナナが一番好きなのはなんだろうねあでもサラダが好きなのサイゼリアドレッシングがさめっちゃ美味しいじゃんねまあ高級イタリアンレストランのサイゼリアはねもう全部美味しいのでエイ、えー、ジさん誰もありがとうございますナナやタバスコの匂い苦手なんだ いや苦手だね辛いのが苦手だからかもしれないけど匂い強いからちょっと苦手ですねこんばんはこんばんは竹内奈ですサイズなんだろうサイズのペダ薄すぎないでもあれがいいんじゃない軽く食べれるみたいな軽く ね、あーあとなんか食べたいねみたいな感じでそうドリンクバーのおすすめミックスジュースあるないですそれではあれだねオレンジジュースを飲みますあトマトとチーズあれだなんだっけフレッシュチーズとトマトのサラダだうわーチーズ食べたくなった今日の夜ご飯チーズにします そう。最ンドレッシング買ってみたら400何円ぐらいで買える400後半ぐらいで買えるのでぜひ買ってください美味しいよクロミーさんはたありがとうございますありがとうございます夜ご飯遅いねで遅いねでもなんだろうもともと遅かったんだよねなな。 夜ご飯向こうの家に行った時も、まあ、最初でさ21時ぐらいに働たら21時までやっててで帰ってくるのが、まあ、先輩とかとちょっと食べって22時からとかになるから22時半ぐらいにいつも夜ご飯とか食べてたから別にうん遅くはないねこれが普通です。ニジャーズ31日目おー 1か月です。イェイ。30でバイトしてました。それしてたよ。ねえ、31日レズキャンズさすごい。すごくないやばいよね。すごいよね。すごいです、竹内なのみは。太るぞ。いや、太らないです。いや、でも本当に。いや、太らないです。どうしよう。 あと3キロプラスになったらリアルダイエットしますえやるなら徹底的にやりたい派なんですよねダイエットわかりますなんかやる,やるやる詐欺すると女の子ちょっとあれなんですよわかりますんや無理して配信してる感じないのに、ね、31日はほんとすごいそれなー 31毎日毎日アイドルじゃん <laughs> ドラム歴は長いの6年ですねナヤザップえなんか鍋ちゃんでも鍋ザップみたいなのあるんですよねそうみんな細いのに急きょ細い子多いよねマジで,でやばいちょ今日やばい眉毛気になるなどうしてもめっちゃなんか斜めじゃない 嫌だ、ね、んだけな、釣り眉が好きなのにさめっちゃなんか垂れてるんだけどどうしよう困り顔みたいになってるやだなん釣り眉がいい釣ろうかなわざとこう、こうこういや、悲しい響びけさん可愛い子してかわいい子,いい子ありがとうございますえー、クロミーさんお花ありがとうございます悩むほどみんな気にしてないから大丈夫はい、ごめんなさい <laughs> ベース歴三年です。えベースだけののっていいよね。本当にいいよね。なんだか、うわあベースしてみたいですね。そうそうそう。セロハンテープセロハンテープして受ける。あ、くい。ごめんなさい。 よし確かに下がってるさ困ってる困困り顔ですよねえなのいつもちょっとね平行気味のちょっと釣りり上がりが好きなんだよこういうこういうわかるいつもの竹内を見てくれたら分かるここきュて上がってるちょっと平行と見せかけて上がり前が好きなんだ何何だこの眉毛は 釣り前が好きなのに、なんだこれは。竹内悲しいですね。これは。ちょっとちょっとちょっと可愛いイメージの竹内になっちゃいますね。斜め線なら引けます。お、めっちゃかっこいいじゃん。うわ、いいな。いいなそれ。なんかあれかわわテイストってかっこいいよね。 ギッチュさんかわいい子シェフい i − f i ありがとうございます。比較するためにちょっと公式写真いや公式写真は比較できないあれは比較できない系だしあれはメイクさんがしてくれたのでいつもの竹内じゃないですね。そうそうそんなことないよ棒読みでもなこっちはこっちの眉はさあこっちだけにしか塗ってないからこっちの眉毛黒なんだ。 ダイアンベース低く構えてめっちゃ動き回るタイムのベージストになりそう <laughs> あでも動き回りたいね和楽器バンドめっちゃよくないえそれなそれなわかるえわかるえー、なんかでもショールームのサムネ写真ショールームのさサムネがさ今のさあああしになったら竹内さんもさ多分ね 今大体2,000人ぐらいの人が見に来てくれてるけど一日150人ぐらいの人しか見に来てくれない自信ある。うせさんかわいい子しかわいいファンありがとうございます。本当に挑戦しいい楽器は挑戦したい楽器なんだろうねとりあえずバンドの楽器は全部制したいけどあバイオリンバイオリンがいいかっこいいです。 あバイオリンいいね橋竜さんます逆に5億人とか来るかもよ日本の人口越してるリコーダーめっちゃうまいよもうなんでリコーダーうますぎてねそうなんかソルトとアプラノのどっちかに入るテストみたいな小学生の時にあってでもう開始2秒ぐらいでうまい方の組に行きましたエイジさん おんぱれとだいますそうアルトとソプラナえソルトアルトえアルトとソプラえ嘘嘘えなんて言ってたんだなえなんて言ってた <laughs> ソルトって言ってたんだごめんなさいしようじゃんごめんソプラナだ <laughs> ウケるんだけど ソルトソルトとアプラノちてた。<laughs> バカじゃん。えー、<laughs> 新しい言葉を生み出してしまったね、竹内は。ええー、<laughs> ソルトとアプラノ <laughs>。なんか受けるんだけど、恥ずかしい。恥ずかしいですね。アルトとソプラノです。ごめんなさい。ごめんなさい。恥ずかしいね。 言い間違いがこんなに恥ずかしいとは。新しい言葉です。たけち。あ、あと三分になったら、あと三分だったらダンジョン読むよ。みなみちゃん可愛い,い子せ可愛い声いありがとうございます。響さんはハートありがとうございます。今日は夜ご飯はチーズにします結局。でも本当楽器をねやりたいんだ新しく。 てからね、バンドなんかバンドの楽器を一人で全部できるようになりたい。あと3分で時間足りるうん、足りるよ。むしさんかわいい子さんかわいい子やがとうございますトライアングルはもうや、やったことあります。チーンみたいな。これ揺らすんですよ。なんだろう、ないかななんか。 なんだろう、これがトライアングルとしたらチーンってこう揺らしたら音が響くっていうねそうギッチョさ小ございますタンバリンはマジでうまいなのなあのさ丸のさタンバリン普通の革製のタンバリンってドゥラーってできる人少ないんですさ親指で親指で <laughs> なんだろう丸のなんかないかなこれさごめん この側面を親指でグーって押したらドルルってなるんですよで、そのドロロロができる人が少ないんですけどいや分かんない練習したら多分できると思うんだけどここをねグッて押して皮を引っ張ってドロロロってできるから武内はタンパリンうまいしあのみんなカラオケとかでよく見る D 型の D 型のなんかタンパリンもできるチャチャチャンチャチャチャンのやつ。 違う手がベタベタとかじゃないなじゃうコツがいるの斜めとかのあでもカッサカサだとできないねだからあれしてたハンドクリームを塗ってましたでなんかその斜め何度かわかんないけどコツコツがあるんですよ竹内の感覚感覚マラカスマラカスはあんまりやらんかったなあでもシェイカーみたいな ななんかあったくないこれはよくやってましたシンバルは嫌いでしたねシンバルは重たいからね嫌だったねオカリナはやったことあやったことあるけど遊びでやめっちゃ子供の時に遊びで買った「トドロだ!」って言いながら遊びで買ってましたねそういいじゃん ハープもしたいねなんだろうえでもギターはギリギリちょっとできるギターとピアノキーボードはちょっとできるちょっと独学でちょっとできるあとドラムもできるあとだからベースベース極めたらいけるもう55分うそ早いシンバル叩きミスして曲げたことあるすごくない それすごくねコントラバスはコンバスもやりたいねで一番嫌いな絶対音感はないですけどなんか相対音感みたいなやつはありますだからピアノあ,あったら片手で弾けますね曲なんでもあれ なんだっけ一番苦手な楽器っていうか個人的に本当に本当に嫌いな楽器はティンパニですティンパニだけはどうしてもできないですねあ男女読むごめんなさい男女読みますひなピオは絶対音感嘘素晴らしい才能ですね13位急に男女読む13位ダレンさんありがとうございますいつも ありがとうございます。結構、急きの配信で見ますね。ダレンさん。十二位、ムッサンさんを。ありがとうございます。ムッサン、ありがとうございます。十一位、ハシリュンさんを。ありがとうございます。十位、リスグラーシュさん、ありがとうございます。九位、クロミンさん、ありがとうございます。八位、オーちゃんさん、ありがとうございます。D さん、おち、D さん、ありがとうございます。いつも。 えー、6位落ちてんさんお悩みに夢中らしいですね。ありがとうございます。5位斉藤さんありがとうございます。4位英治さんなんやなや組アプラのア <laughs> プラのじゃないよ。ごめんなさ、はい。あい、えー、じさんあ,ありがとうございます。で3位から書く書く書く。1位から書くよー。 めっちゃ消してますホワイトボードを真っ白えー、っとサインギッチョさんですねありがとうございますえじゃギッチョさんギッチョさんチョっていいね名前チョち,ちょっていう名前いいな ギッチさんさんありがとうございますありがとうございますギッチョさんありがとうございますよしえ2、ー、位がひビキさんうアルファベットになってるひビキさんクソちょっとうまく書きたいなあーもうダメだアルファベット本当に苦手なんだよなあ B が一番苦手うわはあダメだ せいがら、ちょっとアルファベットの名前の方が来たら、日本語に直しましょう。ちょっとダメだ、たけちゃんもうアルファベットはもう書きませんね。に、ありがとう。はい、男女変わった、嘘。に、響さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 男女変わった方はまた後で読みますあーでもちょっとなんかさカクカクっぽくてまだ綺麗じゃないえちょっとカクカクっぽくて綺麗じゃないわかんないいやナナの綺麗のさレベルが低いからかもしれないけどさみんなからしたら汚いかもしれないよでもナナはあのいつもよりはマシでも B がちょっとヤバかったね1位マサニャンさんマサニャン まさにゃんさんどうしよっかな今日今日イラストはどうしよっかなうさぎちゃんにしような一番うさぎが好きなんだよね書いててはいまさにゃんさん1位ありがとうイェイ1位ありがとうございますいつもありがとうございます返信とかも 変身いつも見てますまさにあさんありがとうございましたよし今何分や23時ちょうどだありがとうございます3人変わったごめんごめん男女男女もう一回んだっけね誰だ誰だあー11位や香ちゃんですねシナモンくんありがとうございますで13位グラスさんですねおありがとうございます あと誰だあと誰読んでない全員読みましたよねうんこの2人以外多分全員読んだかなあマシャさんマシャさんんえっあ本当マシャさん読んでないかったいつも言い過ぎて気がつかなかったねマシャさんありがとうございますありがとうございます 前髪いいね。おありがとうございます。みんなありがとう。教えてくれて。じゃあ、皆さん、ありがとうございました。えー、きは、この後多分ブログが、もうそろそろぐらい上がると思うので、ぜひ、見てください。はい。あスクショタイム、忘れた。はい、スクショタイムです。ブログともばめ、モバメも送ります。ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。 また明日ね。バイバイ。元気で。バイバーイ。